はい、どうも、初おばあばと申します。報道サバイバル、続きやっていきます。配信外で一回、立ち戻ってね、回復、包帯を作って戻ってきたところでございます。その間も、何回だろうね、6回ぐらい埋まりましたね。6回ぐらいリスタートして、やっとここに帰ってきました。で、ここの探索行ってみましょう。どういう銅像なの？おー。ね、何かあるわけじゃないんだね。また階段あるけど、上登ったところで何もないんだと思うんだよな。アイテムないですね。でもここはテラスだったんでしょうか。ほら、ティーカップ。アイテムがありますかね。アイテム。アイテムを探して回ってきましょう。やっぱりなんかさ、カクカクするよね。新しいゲームって、まだうまく処理ができてないのか。こうカクつくものが多いような気が。ゾンビはいっぱいいますね。ゾンビはいるけど、アイテムがなくない？あれ見て。めっちゃ襲われてるゾンビに。頑張れ。人間が勝つのか、ゾンビが勝つのか。ああ。ああ、二人ぐらいいるな、人間。ゾンビこっち来た。一人いなくなった？もしかして。いるいるいる。まだ人間いるね。いるね。結構いる人間。ダメかな。やった。結構弾離れてるからかな。よしよしたー。からといって何も拾えないんだよね。こんな人になるとは思いもよらなかったな。じゃあなんかあってもいいのにな、物資。何もないの？
こう。F。入りたい。入れないの？手ので開けるとか。だよね。よかったね。ゾンビの集団に NPC 襲われるんだ。ないね。マジか。じゃあちょっと寝て。家に帰る途中に、なんか、テントの場所をね、見つけたんですよね。ので、こっちに行けるかな。テントが連なってる場所があったんですよ。あ、やばい。この段差はやばい段差だわ。勝手に画面がカクンってね、こんぐらいになっちゃう。もうやめてほしい。あ、ほらほら、あったあった。左手にテントゾーンが見えてきました。あ、ゾンビいる。古いタイヤ売れたりするのかな？売り減った。使い古しタイヤ。売れますか？え？あ、売れる！やったー。10になった。したら、これだね。この辺欲しいよね。コード。を、研究。あ？これ見れないんだけど、一番下まで。J って100もするんだ。どれ？これで何が作れるかな？作れる。あ、ソーラーパネル。あ、どこにつけるべきなんですかね。どうなんでしょうね。さあ。右マウスワイヤーを追加。すごい、ヘルメット作れる。
ヘルメットじゃない？あれ？え、ヘルメット私作ったと思ったのに。なんで鎧なの？何それ？あれ、ここ押したよね。肥料足りない。じゃあ、大きいの、もしか大きいんだ。出るんじゃない？アルタがあれば作れますね。ほら、植物のベッド作れる。どれ？植物のベッド出ました。3個種植えれるんだね。ウォーターいるんだ。ボトル1本使うのね。こういうことか。これ作れるようになった。ヒューズボックス、フードボックスだよ。なにこれ。超ケーブル。かわいいが、まだゼロだね。ケーブル、電気ケーブルなんだよ。おや？これ、つながったね。つながったね。そう。電力が注がれましたね。そうなんだ。電気ですよ、電気。これもね、ワイヤーが必要ね。もう金属1個足りないね。電気ケーブルでライトがつくんじゃないかな。ですか？
つかないね。なんで？が足りない？夜になったら電気つくのかな？そういうことか。ケーブル隠せるんだ、こうやって。あ、はいはいはい。あ、いいじゃない、その機能は。はい、今回はここまで。配電盤が追加されて、ソーラーパネルから電気をもらって、電灯をね、家の中につけることができました。電気ついてるんだね、これね。明かりが消えても、明るい。わあ。素晴らしい。今後はね、ちょっとアップデートが入ったらやろうかなと思います。皆さんも良き報道サバイバルライフを。視聴ありがとうございます。Bye-bye.